いろいろとやばすぎます。どうも皆さん、チャオムカです。ということで今回はいつもとは少し違った感じの動画になるんですが、今回は僕自身の考察ではなく、つい最近発売されたこちらですね、呪術廻戦を YouTube で考察されているポチさんが監修されたというこの考察本ですよ。これが4月8日に発売したということで、まあ今撮影しているのがね4月8日になってくるんですが、本当は別でね虎杖と宿儺についての動画を先に出そうと思っていたんですけど、まあ普段はね別の方の考察だったりとか本屋だったりコンビニとかにあるような考察本ですよね、その辺とかは見ないようにしているんですが、今回ちょっとね呪術廻戦を YouTube で考察されているポチさんが監修されたということで、ちょっと気になったのでいい機会かなと思って買ってみたんですけど、今回はねこの呪術廻戦最終講義ということでね、ちょっとねこれについて簡単にお話をしていきたいなと思うんですけど、まず一言で言うとめちゃめちゃすごいなっていう風に思いましたね。面白いなっていう風に思ったんですけど、まあまず表紙にはね YouTuber ポチの徹底考察呪術廻戦最終講義ということで、人気チャンネルポチセが徹底的に謎を解明っていう風に書かれてるんですが、でも表紙には虎杖とね五条が書かれているということで、表紙もかっこいい感じになっているわけなんですけど、普段ね別の方の考察っていうのを見ないからこそなのかもしれないですけど、注目したことないようなところっていうのとかも考察されているっていうところで、単純にねめっちゃ面白いなっていう風に思って読んでいたんですけど、まあまだねこれ撮影してるのが発売日ということで第1章しかまだ読めていないんですが、その中でも今まで僕が出してきたやつと似たような考察だったりとか全然違うようなところっていうのがあって、答え合わせ気分でこれをちょっと読んでいたところではあるんですけど、まあなんか答え合わせっていうとね本当の答えは芥見先生しか持っていないので、まあちょっとそれは意味が変わってくるかもしれないですが、答え合わせのような感覚で読めるっていうのもねなんかちょっとまた面白いところなのかなっていうふうに思って、ちょっと今回はねこれを読んでいったわけなんですが、細かい内容に関してはねやはり実際に購入していただいて読んでいただければなと思うので、そんな深くはねお話をしないんですが、今回はこの考察本を読んでこの考察めっちゃすごい面白いって思ったやつと、この辺は僕の考察と似てきていてちょっと個人的に良かったっていう風に思ったところっていうのを何個かね紹介できればなと思うんですが、まあ、まずはねちょっと似ていたところっていうので言うと、呪術師と後悔のない師ということでね、まあ、表紙の方で後悔の法則っていうのことが書かれているんですが、やはり呪術廻戦でところに関してはこの死っていう部分ですよね、人が死んだりしていくっていうところで死っていう部分と、矢賀学長が話していた後悔ですよ、呪術師に悔いのない死などないっていうこのセリフですよね、ここに関しては今まで僕も動画の方で、まあ、何回かね取り上げていった部分ではあるんですけど、ここの部分ですよ、後悔をしない死に方っていうのが呪術師にはないっていう部分で、釘先のところとかをね僕は動画でお話をしていたんですが、釘先が無意天変によって左目がえぐられてしまう前に悪くはなかったっていうの発言をしているっていうことで後悔をしていないっていうので、まあ、そこに関してはまだ釘先は死んでいないんじゃないかっていうの話をしていたんですけど、それについてもねちょっとこのポチさんもここに書かれていたということで良かったっていうのに安心したところでもあるんですけど、まあでも芥見先生がね今の段階は釘崎が死んでるのは死んでるみたいなことも言われていたので、ちょっとこの先どうなっていくのかっていう心配もありつつなところでもあるんですが、あとは似ているようで似ていないところですよね、経活っていうところですよ、宿儺が経活で唱えたら体を入れ替われっていうようなことを縛りとしてね結んでいったわけなんですけど、これについてもねまあ何本か動画を出したりしていたんですが、その中の動画でこの経活っていう言葉の意味ですよね、この言葉の意味っていうところでポチさんの考察本の中にも分かれて長い間合わないことっていう風に触れられているわけなんですが、これに関しても僕動画を出していて、その時に関しては虎杖を眠らせることによって長い間お別れする、そしてその間体を奪っていくんじゃないかみたいな話をしていたんですが、それとはねまた全く違うような方向で考察書かれているというところで、始まりは一緒やけどちょっと違うっていうね、僕はちょっと虎杖を眠らせてその体を奪っていくんじゃないかっていうの話をしたんですが、ポツさんはちょっとそことは少しずれた方向でね考えられているっていうので、同じ部分をね考察している側としてはなんかそこがちょっと違って逆に面白いなっていうところでもあったりとか、第一章を読んでいてこの考察すごいなと思ったところに関しても一発目のところですよね、虎杖を待ち受ける過酷な未来ということで、まあ、虎杖がね今後どのような未来が描かれていくのかっていうところについて触れられているんですが、虎杖と伏黒が戦うんじゃないのかみたいな動画をだいぶ前に僕も出したんですけど、そことちょっと似たようなところっていうのですごい考察があるわけなんですよ、これに関しては僕全く気づいていなくてさすがだなっていうふうに思ったところでもあるんです
ですが、ここに載っている考察がそのポチさんの YouTube チャンネルで上げられているものなのかどうかが分からないので、どこまで中身をね言っていいのかちょっと微妙なところではあるんですが、虎杖伏黒釘崎っていうこの1年図と似たようなね世代がいるっていうところで、そことちょっと重ねた考察っていうのがされている。でその中で虎杖と伏黒っていうのがぶつかっていく展開っていうのがあるのではないのかということで、ちょっとねこれについてもなかなかすごい考察になってるなって感じがして、これ買うかどうか迷ってるって方はぜひこれ手に取って読んでいただければなと思うんですけど、あとはねこの先ほど言った計画の部分でもあるんですが、スクナと虎杖の縛りですよね。なぜ縛りを結んだのか、そして計画っていうのがどういうことなのかっていうのと、なぜこの縛りについて虎杖に忘れさせたのかっていうところで、その辺とかもねなんかめちゃめちゃ深い考察されてるんだなっていうところで、めちゃめちゃ面白いところでもあるし、これは全部で5章まであるということで、その合間合間にもねこのポチが選ぶ名言ということでね、ポチさんが選ぶ名言っていうのが5個ね載っているので、その辺とかもねポチさんファンの方はねぜひねチェックしたいところなんじゃないかなというふうに思うんですが、まああまり普段ね別の人の考察っていうのに触れる機会が僕はあまりないので、こうやってね別の方の考察本っていうのを読むっていうのがねなんか新鮮な感じがして、やっぱ考察って奥深いんだなっていうふうに思ったところでもあるんですが、まあまだね読んだところが第1章だけっていうところで、まだ全部を読み切れてないところではあるんですけど、この最初に言ったね虎杖とスクナに関しての考察を、まあ、出そうと思っていたというところで、それにちょっとね似たようなものっていうのをこのポチさんの第1章の中でね書かれているんですよね。虎杖とスクナ関連というところで出されてるんですが、ちょっとそれとはねまた違った考察になってるので、この考察本をね読まれたという方も次回の虎杖とスクナについての考察ですよね、その辺とかもぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。